はい、こんにちは。カンフーアーです。今回はせーの、てん。信州牛の肩薄切り。まあ、給料日が入ったので、まあ、ちょっと美味しいお肉食べようかなっていう。まあ、高校生なので、バイトなので、まあ、やっぱご飯とかそういう、バイトしてもなんか、その自分のね、生活に当てなきゃいけないとかもないので、まあ、こういうね、大人になった時に、まあまあ、もう食べれないじゃないですか。ほんの別に。肉に900円って。だから、まあ、こういう時にやろうかなということで、今回、信州牛を焼いて食うという動画となっております。あ、ちょっと待ってくださいね。タレつけないのかな。でまあ、ここにもう全てセットして、もうこの焼いたね、焼いた、もう焼いてすぐ食べるみたいな感じでやっていきたいので、取れかな、塩コショウでいいか。わさび醤油、わさび醤油と、まあちょっと自分2切れ食べればいいんで、この3切れはまあ親にあげとこうかなっていう感じですね。ちょっと醤油。あ、マロンさん、こんにちは。醤油。もうここでタレ作っちゃって。醤油。あ、この醤油めちゃめちゃいいっす。こうやってピーってこうやってやるやつあるじゃないですか。この止めたりするやつ。あれ、どっかに入れた時に、落とした時とかに、もう終わりじゃないですか、あんな。でもこれがあると、もう垂れても普通に、まあ、キャップとかもあるんで、押すだけで出るんで、なおかつ醤油っていう、塩味もね。で、これ、まあ、わさび。あ、ちょっとかけすぎたな。辛いのは苦手なんですけど、わさびの風味だけは味わいたいので、ちょっと入れすぎ、あ、でも醤油はこんぐらいの量だったらまあいいか。で、まあ、前の端で一回このわさび醤油を、あ、いいか、ま、肉つけて醤油つければいいか。どうしよう、見えてないから、まあいいか。まだちょっと喉渇いたので、ちょっと失礼させていただきます。そうね。これ逆にできなかったっけ？コーラですね、今回は。今回はこっちのコーラを、こちらに、で、それでは、で、まずこの油をね、あ、塩コショウはちょっと、あれ、塩コショウない、あれ、塩コショウ、これない、ビビたるものあるわ。油引きます。ちょっと入れすぎたかな。基本料理しないので、ちょっと油の入れる量が全く分かんないです。ちょっと7はやりすぎか。5でいいか。しっかりとね、油を
で、運転うるさいかな。まあいいや、俺の声がねでかくしゃべればいいと思うので、それではね、この2回開けていきたいと思います。なんかいろいろ映っちゃったらな、やだ、泳いちゃってる、まずい、開けれねえし。ここら辺に欲しいな、支えたくのが本当にめんどいな。なんかちょっと4の方がいいか、じっくり焼いていこう。美味しいお肉やっぱりね、じっくり焼いた方が多分美味しいと思うので、焦げてきそうになってきた。取れました。そうですね、もうここにねやるとねちょっと面倒いんで、もう一回冷蔵庫に詰まっちゃうので、入れてもすぐ塩コショウ入れるという感じでやっていきたいと思います。まず1枚目、塩コショウを、オッケーオッケー、いいですね、うまそう。一回これひっくり返したって、もううまそうだわ、醤油肉うまそう、醤油肉です、これはやばいな、油引きすぎたなと。これは赤い身でもいいのかな、牛肉だし、さすがにもうちょっと、新秋日なのでリンゴですね、リンゴが、リンゴでリンゴってですか、焼きすぎも硬くなると思うので、じゃあいただきます。赤っ、赤っ、うまっ、バカうまい、これやばいね、あ、ミスった、あ、俺一番やりたいけないことした、生肉触ったやつ食っちゃいました。うまい、バカうまい。でこれで注ぎ込む。最高っす。じゃあ2個目、もうこれもうお腹いっぱいになるんだよ。これ入れてすぐ、で次は塩、
すぐ裏返して、次あのわさび醤油でいただきたいと思います。絶対うまいよな。繰り返してもいいかな。繰り返してこのわさび醤油。あ、危ない危ない危ない。うまそうですね。あれ、今度の給料はまたお肉か、なんか前に煮てましたけど美味しかったので、もういいかな。やっぱちょっとぐらいがいいと思うんですよね。もうこれ消します。で、これを、醤油につけて、わさびを塗り、いただきます。最高だわ。これはいいっすね。わさび醤油やばいな。うんうん、美味しかったです。これはもう冷蔵庫にしまってる、ね、おやつ食べようかなみたいな感じです。で、まあ、皆さん物足りないと思います。何が物足りないのか、甘い系ですよね。で、続いての商品がデデン、なんていうんだこれ、八天丼じゃ、なんていうのか知らないですけど、八天丼大福ですね。これ食べていきたいと思います。じゃあちょっとね、これ冷たいのね、ちょっと待たないとちょっと食べにくいんですけど、YouTube のためになるな。久しぶりに食べるわ、この大福。あの姉がよく食べてます。あの、ね、お前ちっちゃい頃、うん、八天堂のカスタードクリーム味ですね。いただきます。中身どうなってるの？よく見えないですね。いただきます。うんうんうん、うん、うん、確かになんか元々のバニラの味となんかそんな変わんない気がします。汚ねえな。なんか見た目と違うんですけど、汚ねえな俺の食い方。
ぬか。じゃあ、あとはゆっくり食べていくよ。